今の人生100年時代と言われますけども、仕事人生は、一般的にですね、企業の寿命より長いので、ぜひキャリアは自分で考えると、問いを立てる力、やっぱりそこのビジネススキルっていうのがますます AI が出てくるからこそむしろ大事になってくる。個人でずっとこう e ラーニングを見続けて、最後まで完了するってなかなか難しいと思うんですけれども、きついですよね、はい、どういう人が、実際に最後こう完遂できるかっていうところで言うと、皆さんこんにちは、 DX ジャパン代表の上野大輔です。セールスフォースの動画シリーズ、リスキリングフォートランスフォーメーションです。この番組では、日本企業やビジネスパーソンがリスキリングで日本の未来をどう再創造していくべきか、専門家の方々に意見を聞いていきます。エピソード3では、リーディングカンパニー日立に学ぶ大規模リスキリングの実践という切り口でお届けいたします。日本でリスキリングによるデジタル人材育成を大規模に展開するお二人にお話を伺ってまいります。この先はですね、ぜひ拓磨さんが推進をしている日本全国の幅広い層に向けた人材育成プログラムであるパスファインダー、この取り組みについて伺っていければと思います。さて拓磨さん、セールスフォースが取り組まれているこのパスファインダー、一体どういうものなのかをですね、ご説明いただいてよろしいでしょうか。パスファインダーはですね、2018年に US の方で、Salesforce と、デロイト社が共同開発した、プログラムになります。 US の方では退役軍人のセカンドキャリアとして、そういったデジタルの育成を行って、就職するというプログラムだったんですけれども、これを、日本の Salesforce と、デロイト・トーマツコンサルティングの会社で日本でやるにはどういったプログラムがいいかということを話し合いまして、特にですね、日本では女性の方が結婚して出産してといったところの段階で、やはり仕事を離れられて、そこからさらにお仕事をされようとしたときに、なかなか仕事に就けないっていう社会的な問題もありましたので、ここに目をつきまして、日本ではそういった方々に特にご受講いただきたいなといったところで、始めたプログラムになります。日本で始めたのが何年頃になるんですか。日本で始めたのが2021年2年前ですね。2018年に米国でプログラムを作られて、はい、もう3年後には日本に持ってこられたと、ね、はい、そうなります、はい、最初2021年に始めた時は100人の受講生を集めて始めたんですけれども、これは結構やはりニーズも高いなんて言いますか、応募されている方もすごく多くてですね、1年後にですね、1000名に拡大して、実施したという形になります。1年間でもう10倍に受講生の方が増えたわけですね。はい、はい、これまでにはですね、だいたい1100人の、受講生をリスキリング、させていただいて、その中でもですね、約450名の方がですね、認定資格をしっかりと取られて、その方々からさらに言うと、就職を希望されている方にそういった就職の機会を提供し、就職されるというパスファインダーの一つの優位性といったところで言いますと、そのリスキリング学習と最後就職といったところをですね、ここを一気通貫して提供しているといったところに、すごく強みがあるんじゃないかなというふうに考えています。すごいプログラムですね。だからこう、学んで、勉強になったなとか面白かったなだけではなくて、でさらにこう日々の仕事で役に立つなだけではなく、キャリアを作れてしまうという、そんな強力なプログラムですね。そうですね。一つ Salesforce の、e-learning などを活用しながら、トレイルヘッドというんですけれども、実施していく中で、どうしてもそれを、完遂しきるって、なかなか難しいと思うんですよね。日立さんの方でも e ラーニングやられてると思いますけれども、個人でずっとこう e ラーニングを見続けて、最後まで完了するってなかなか難しいと思うんですけれども、きついですよね、はい、これを一つ、完遂できるようにいくつかこう工夫なしてる点がありまして、一つはですね、こう受講されていってつまずかれてる方が多くいらっしゃるんですけども、まずはこうつまずいた時にいつでも聞ける、私どもが、提供している製品の中でスラックという製品がありますけれども、こういったスラックで、分からないことがあったらいつでも聞けるっていう、環境を用意するというのが1点目。
で2つ目がですね、私たちが学活って呼んでるんですけども、クラスごとに、分けまして、で、30人ぐらいのクラスなんですけども、その30人クラスの中で、担任副担任みたいな方を設けて、講義のある、毎週水曜日やってるんですけども、クラスで集まって、で、分からないことがあったりとか、こういうことで困ってるですとか、まあ、学習面もありますし、自分の生活に置き換えた場合の大変さみたいなことをこうお互いに話す時間、こういうのを設けてます。でそれによってモチベーションをずっと維持し続けるということが、実現できているのかなというふうに思います。そういう意味だから、まあ、本当につまずかないとか挫折しないための工夫仕組みがいろんなところに散りばめられているわけなんですね。はい、どういう人が、実際に最後こう完遂できるかっていうところで言うと、やはりこう目的意識をしっかりと持っておられる方、私はこれのスキルを習得して就職するぞという、ここの意識がいかにあるかによって、やはり最後まで完遂できるかっていうところに関わってくるのかなというのが、まさに一気通貫としましたけど、はい、やっぱキャリアというゴールがある方というのが強いわけなんですね。はいはい、そうですね、やはり何かこう世間で騒がれているこのデジタルの分野を勉強した方がいいから勉強しておこうっていう目的になってしまうと、はいはい、まあ今日ちょっと仕事で忙しいからですとか、なかなかこうプライベートとこう両立するのって難しいんですけれども、やはりこう明確なゴールを持って最後までやれるかどうか、そこはやっぱり、キャリアを想像できているかなといったところが、重要なポイントになってくるのかなと思います。カリキュラムってどういう中身になってるんですか？フェーズ1とフェーズ2と、そしてフェーズ3という形のフェーズに分かれています。まずフェーズ1では、例えば CRM ですとか、クラウドですとか、まあ、セールスフォースのことについて、まず学んでいただきます。そういう結構ベーシックなところから始まるわけなんですね。はい、で多くの方々が IT 未経験の方が多いですので、その中でも、IT の基礎入門みたいな、講座などを設けながら、少しこうボトムアップして、でその中で、目標を持ってまずはフェーズ1ではセールスフォースの認定アドミニストレーターという資格を取るといったところを目標にしていただいて、まずはそこに向けて頑張っていただくと。フェーズ1という期間でどれくらいを持っておけばいいですか？だいたい2ヶ月、勉強して1ヶ月試験対策をするぐらいな、イメージになりますね。3ヶ月ぐらいで合格すると次のフェーズに進める、はい、ということですね。その通りです、はい。まあ、世の中の資格のほとんどがそうだと思うんですけども、資格を取ったからといってなかなかその仕事で活かせるかっていうとなかなか難しいんじゃないかなというふうに思ってます。で、このフェーズ2では極力ですね、そのフェーズ1で活かした知識をケーススタディみたいなもんですね、ある会社さんでこういう要件が出ましたと、でそれに対して要件を業務で解決するのか、もしくはシステムで解決するのかなどをこう区分けして、じゃあシステムで解決するとしたら、こういうふうに解決するよといったところ、ここをフェーズ2で、実施いただく形になります。で最後、まあ、成果発表という形ですね、その、課題に対して、こういうふうに私は、こういう意図で設定しましたというのは発表していただいて、そしてまあ、まずはその学習 における全課程が、収録する形になります。まずしっかりと知識を入れられて、しかもその実践の仕方も学んでいくっていうプログラムなんですね。はい、まあ、2021年に日本で展開されて、もう受講生も一気に10倍になっているということなんですが、この先パスファインダーっていうのはどういうふうにさらに進化していくものなんですかね？今、まあ、政府の方々ともお話しさせていただく機会があってですね、やはり一番こうパスファインダーをやっていて課題に感じているのが、そのフェーズ2で実践的な演習を実施、しているものの、やはりその現場でのこう経験というのが一番ここが重要でして、で、このそういったパスファインダーを卒業した方を採用する企業側の方も、そういった経験を持っている方をやはりどうしても欲しがっているという現状があります。まあ、政府の方々とお話しさせていただくのはこの、OJT の部分ですね、学んで実践的な演習をした後、実際に現場で働く、この部分の支援ができないかみたいなところを、今お話しさせていただくということのところになります。なるほど、まあ、知識を得てその演習で実践経験を、まあ、トレーニングし、
さらにもホットの現場に入っていくっていうことでもう完結したプログラムというのが出来上がるわけですね。高間さんありがとうございます。続いて本日最後のトピックになりました。もう現在これ絶対外すことのできないテーマについて触れていきたいと思います。ズバリ生成 AI の普及で進化するデジタルスキルの未来、こちらについてですね、さくらさん、たくまさんとディスカッションを進めてまいりたいと思います。もうまさに今ですね、さまざまなところで取り沙汰されている生成 AI についてディスカッションしていきたいと思います。どうなんですかね、2023年に入ってから、さらに急速に普及している、そんな印象を持っている生成 AI なんですが、これももちろんチャット GPT だけではなく、それを用いたアプリケーション、ソリューションまでもが爆発的な勢いで生まれてきていると思います。こうなってくると、その爆発的に生まれてきたものを使いこなすためにもですね、デジタルスキルというものが全く新しいものに生まれ変わっていくのではないかと、そんなふうに考える方も多いかもしれません。さくらさんにお伺いしますが、生成 AI が日立グループ全体の、特に現場の実務に対してどのような影響がこう与えていくというふうにお考えでしょうか。はい、生成 AI 今すごいブームになってますけども、非常に大きな変化を与えるのではないかなと思ってます。今社内ではですね、やはりこの生成 AI がですね、例えば蒸気機関であるとか印刷機のですね、発明に匹敵するのではないかなというような、捉え方をしております。とりわけですね、大きな変化だと思うのは人とシステムのインターフェースのところ、そこをマネージするものだというところがですね、大きいと思ってまして、さまざまな分野への応用が可能だと思います。そこで今年5月にジェネレティブ AI センター、ジェネレティブ AI センター、発表されましたね、作っておりますけども、これをまず自分たち自身でどう使い倒すかというところに今力点を置いて取り組みを開始しているところであります。まだまだこれからでありますけども、幅広くですね、これまたリテラシー同様ですね、全従業員がですね学ぶということも必要ですし、優れたプロンプトエンジニアをどれだけ添えられるかというところの勝負になってくると思ってます。同時に我々の役割はその生成 AI 自体を作ることではなくって、それをどう使ってですね、それを持ってそれは意味ではルマーダにですね搭載してどう提供していくかというところに特に重点を置いて今考えているところであります。その業務の中に社員の皆さんが生成 AI を活用するためのもうプログラムとかトレーニングっていうのはもう開始されてるんですか。いや、まだこれからです。これから、今準備をしているところであります。間もなくということですね。 AI が人間の仕事を奪ってしまうんじゃないかと、業務を奪ってしまうんじゃないかという話があるんですけど、その AI が普及するからこそ新たに人間側が身につけなきゃいけないスキルとか専門性というのはなんかお考えありますでしょうか。ある意味ですね、この生成 AI の特徴としてはですね、アクセスをなんか民主化するみたいなことが言えるのではないかなと思います。例えばですね、これどういう問いを立てるかが一番大事ですよね。適切な答えを出すためにはどれだけ適切な問いを立てられるかということを考えますとですね、例えばそれはって決して若手だけの話じゃないんですよね。むしろいろんな経験値やノウハウを持った方、この方々が割と使い勝手よくですね、使えるツールにもなりうると思うので、そういう意味で言うとその幅広い方が学ぶことによって、より高度なですね回答を返すような質問文をちゃんと作れると、そういうふうな世界になってくるんじゃないかなというふうに考えてます。なるほど。もう AI 待ったなしで、これだけ教育投資をされているで日立グループさんでもどういうふうにこれから取り組むんだという、もうなんかホットな状況だなということを肌で感じたんですけど、たくまさんはこの生成 AI のですね急速な普及というのはどんなふうに見られてるんでしょうか。弊社の、プロダクトに関しても AI に関するソリューションというのは、どんどんとこうリリースされている、状態ですので、この育成に関してもこういった部分というのは、取り入れていきたいなというふうに思っています。特にパスファインダーのところで言うと、すごく驚いたことがあるんですけれども、ちょうど、今パスファインダー3期生が終わったところなんですけども、ちょうど3期生が始まったぐらいのところから、このチャット GPT というのがすごく世間にも、話が出るようになったんですね。
でその時にそのパスファインダーの受講生の方が質問を投げかけたんですけども、その時に、その質問に対して別の受講生の方がチャット GPT ではこういうふうに言ってるよっていうふうに何の、私たちからの示唆もなくそういったこう会話をなされていって、でやはりこの問題を解決する能力っていうのが、結局のところ今までは Google を検索してだったところが、チャット GPT になってたとか、この辺をこう適応する能力っていったところがすごく重要になってきてるのかなというふうに考えています。それに応じてパスファインダーの中身っていうのもまた今後どんどん変わってくるんですかね。そうですね、就職っていったところに、視点を置いてますので、その、受講した後に、採用する企業側が、どういったところに求めているか、そしてこの生成 AI に関する知識に関してどういったところを求められているかといったところを、常にヒアリングさせていただきながら、プログラムをまたこう変化させていただきたいなというふうに思ってます。採用する企業側からしてもこの AI を活用できる業務スキルっていうのはね、ぜひ欲しいところですから、パスファインダーの中でですねトレーニングされてるとそれは心強いですよね。質問力って言いますか、このビジネススキルだと思うんですよね。なのでこのビジネススキルをどう上げていくかっていうところは、生成 AI が出てくる前からこう課題ではあったと思うので、まずはここの、ビジネススキルをどう上げていくかといったところは、忘れないでこういきたいなというふうに思ってます。さっき桜さんもやはりその問いをこうどういうふうに作るかという話もありましたが、やっぱり今ね高間さんからもそういう話があって思い起こすと、私もその戦略コンサルティングファームにいた時にやっぱり論点とか問いを立てる力っていうのはすごく言われてですね、やっぱりそこのビジネススキルっていうのがますます AI が出てくるからこそむしろ大事になってくるんだなってことを思いました。最後にですね、この番組をご視聴しているビジネスパーソンの方々、中でも特にリスキリングを提供している企業側の担当者の方、リスキリングを受ける側の人々、その双方の皆さんに向けて、これだけ教育の分野でですね積極的に取り組まれているお二人からアドバイスいただいてもよろしいでしょうか。まず企業側の方々に申し上げたいのは、やはり今人は大事というのを掛け声だけにしないということだと思ってます。人は大事とずっと言われて続けてるんですけど、一方でその人への投資を見ますとですね、日本はもう非常に低位にあって、むしろ減少傾向が続いているという状況だと思います。これが諸外国との違いで、これがやっぱり生産性の違いにもですね現れてきているのではないかなと思います。ようやく今人的資本経営ということがですね、表面だけでなく理解され始めた時期だと思いますので、しっかり人への投資ということを続けるということが非常に大事じゃないかなというふうに思います。一方で従業員の方々に関してはですね、ぜひキャリアは自分で考えるということをぜひやっていただきたいなというふうに思ってます。とりわけ今人生100年時代と言われますけども、キャリアライフっていうか、仕事人生は一般的にですね企業の寿命より長いので、それを考えますとですね、やはり一箇所に入ればそれでおしまいっていうことではないと思います。また同じ会社にいたとしてもですね、学ばなきゃいけない項目、今得なきゃいけないスキルはどんどん変わってきていると思いますので、ぜひ自分のキャリア自分で考えて、そして自分で学ぶということをぜひ続けていただきたいなというふうに思っております。本質的なお話どうもありがとうございます。じゃあ高間さんもお願いしてよろしいでしょうか。はい、やはりこのリスキリングして就職となりますと、採用する企業側の方がですね、やはりこの IT の市場というのは特にですね人材の不足という状況が、ずっと続いてまして、でおそらくこの先もですね続いていくと思うんですね。ただそのやはりどうしてもこう経験者の、を欲しいというのはすぐ即戦力として、はい、企業としては当然のことなんですけれども、やはり日立さんもそうなんですけども、ここで、いかにこう採用した後育成して、一人前にするか、ここの部分についてもですね、ぜひ他の企業様も含めて、実施いただけると、よりこのリスキリングした、受講生の方々が、しっかりと、採用
して、現場での経験も積み、一つの一人前としてなれるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひここは、日本全体の取り組みとして実施していきたいなというふうに思っています。あと、受講生の方はですね、やはり一番はやっぱり IT とか、分からないことに対する、怖さっていうのが、皆さんお持ちなんですよね。で、そこでまず、一歩踏み出せるかどうか、そこが一番こう重要になってくるので、やはりこう今後こう時代の変化で必要になってくる人材に自分も合わせていくってことも必要になってくることを考えると、まずは一歩足を踏み出していただく、ここにまずは挑戦していただきたいなというふうに思っております。どうもありがとうございます。本日はリーディングカンパニー日立に学ぶ大規模リスキリングの実践と題して、日本企業がデジタル人材育成とリスキリングをどのように進めていけばよいか、非常に意義深いお話をたくさん伺うことができました。今後リスキリングの導入を考えている方にはぜひこの動画を参考にしていただければ幸いです。本日は桜さん、高間さん、貴重な話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。